シレジアの一現在のシレジア。黄色い線の中は1871年のドイツ帝国におけるシレジア。青い線の中は1740年のプロイセンによる併合前のシレジアの範囲シレジアは、現在のポーランド南西部からチェコ北東部に属する地域の歴史的名称。支配者は様々に変化してきた。この地域を各国語で表記すると以下の通りとなる。シレジアは、 ヨーロッパの各地方のうちでも特に複雑な歴史を持っている。特に大丹田が発見されてからは争奪の対象になった。シレジア地方の歴史が記録され始めた中世には、シレジアの住民の大多数は、スラブ民族系の諸部族であった。古代から中世初期にかけて、シレジアからビエルコ・ポルスカにかけての一体は、プシェボルスク文化が栄え、その担い手は、バンダル族であった。 バンダル族の一部は南方遠征し、シチリア島や北アフリカにバンダル王国を築いていたが、王国が東ローマ帝国に滅ぼされた534年頃から彼らは退去してこちに戻ってきたという。7世紀にはフランク王国のピピン一世がこの地方でバンダル族と遭遇しているが、その後のバンダル族についての記録はない。この7世紀に、 スラブ民族の部族連合国家として成立したサモ王国の一部であった。9世紀になるとシレジアはモラビア王国に属した。845年頃の指名不詳の人物、バイエルン人の地理学者によるドナウガワエ北の地名や都市名を記した書物によれば、この地方には、シレジア人、ダドシャニ人、オポーレ人、ルピグラー人、ゴレンシセビトが、下流の西、ポメラニアには、 ボリニア人やピジカン人が住んでいたとある。プラハの司教管区の文書には、シレジアに住むスリサン、トレベビン、ポボラネ、リドシテなどの民族の名が記されている。10世紀末のポーランド一帯に関して記した、古文書の断章「ダゴメユディックスでは、990年頃のミエシュコ一世と、その幼女で2番目の妻である、オーダフォン・ハルデンスレーベンの領地は、オドラ川からモラビア、クラックフ、 プロシアへと広がっていったという、12世紀になると、ミエシコ一世の長男で、ポーランド王国の正式な初代国王となった、ボレスワフ一世は、大韓以前の数十年間を、各地をまとめる、天下統一事業に尽力した。王国が成立するとともに、神聖ローマ皇帝及び、カトリック教会との間で、シレジアのポーランド王国帰属を正式に確定した。 王位継承問題に橋を発した清掃によって、ポーランドで国王が不在の空位時代になると、ポーランド王国は王家であるピアスト家の公家や、日によって大きく7つの地方に分割相続され、シレジア地方はそのうちシレジア公国軍として統治された。ポーランド王国の空位時代はまだ続き、12世紀にシレジア公の継承権をめぐって、 シレジアのピャスト家の間でお家騒動が起きると、ポーランド大公ブワディスワフ2世は弟たちに敗れて、ドイツへ亡命。支援を受ける見返りに、当時のローマをコンラート3世に侵入。ポーランドへ戻れないまま1159年に死んだが、息子のボレスワフ1世は、コンラート3世の老いの神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世の支援で1163年に帰国、シレジア公に即位した。 しかしこれはポーランドでは国家に対する違法な反逆行為とみなされ、以後シレジアの継承権は、ポーランド王国と新生ローマ帝国との確執の根源となり、第二次世界大戦まで続いたシレジアをめぐる、ポーランドとドイツとの間の近代紛争の援因となる。13世紀のモンゴルのポーランド侵攻で起きたレグニツァの戦いによって、ヨーロッパ連合軍の総対象であった。 ボレスワフ一世の孫で、シレジア公のヘンリック二世が戦死し、シレジア全土が荒廃すると、それ以降は復興のためこの地のピアストケ諸公は、ヨーロッパ各地からの移民の入植を奨励し、農民や都市民、公府としてドイツ人の移民を特に積極的に誘致した。この移民奨励策の結果、シレジアは徐々にドイツ人文化の影響を受けるようになった。 神聖ローマ帝国では14世紀初めに、シレジアのボヘミア王国への帰属が決められ、帝国の両方とされることになった。神聖ローマ皇帝にもなったボヘミアをかれる一世は、セイバーツラフの王冠諸法として、シレジアをボヘミア王国の中に統合した。シレジアの帰属をめぐって、ボヘミア王国と長く断続的な戦争をしていた、ポーランド王国は、 カジミエシュ三世が外国との紛争よりも国内経済の発展を重視したため、カレル一世と休戦協定を結び、シレジアの神聖ローマ帝国への帰属を承認した。シレジアのドイツ人移民は増え続け、元からいたポーランド系住民も徐々にドイツ文化に同化していった。16世紀にハプスブルク家がボヘミア王位を獲得すると、シレジアも ハプスブルク君主国に組み入れられることとなった。ただし、神聖ローマ帝国における封建領主として、シレジアの各地を実際に統治していたのは、ポーランド王家のピャスト家のシレジアにおける複数の文家であるシロンスクピャスト家で、このシロンスクピャスト家の家系については、本家であるシレジア区下が16世紀まで、その他のシロンスクピャスト家の一部は、男系が17世紀まで続き、 冒険は18世紀まで続いた。シレジアの地図現在のチェコ北東部のわずかな領域を除くと大部分がポーランド南西部に広がる。地図中央に中心都市ブロツワフが見えるシロンスクヴァスト家が断絶した後、1740年にハプスブルク家の家徳をマリア・テレジアが継承すると、プロイセン王フリードリヒ2世は継承を承認する見返りに、 ボヘミア王国の両方として、ハプスブルク家が領有していたシレジアの活譲をマリア・テレジアに要求した。マリア・テレジアはこれを受け入れなかったので、12月16日プロイセンは、戦線布告もせずに、シレジアの大部分を占領した。この時占領されずに、ハプスブルク領として残ったのが、1918年まで存続したオーストリア領、シュレジエンである。 オーストリア継承戦争が始まり、ザクセン、バイエルン、フランスも、領土分割を求めて敵に回ったため、プロイセンとは、シレジアの領有を認めた上でこうはせざるを得なかった。第二次、シュレージエン戦争にも失敗して、シレジアを奪われたマリア・テレジアは、非常に憤通り、フリードリヒ二世を、シュレージエンドロボーとののした上で、プロイセンへの復讐を誓った。マリア・テレジアは、 当時犬猿の中とされていたフランスと同盟を締結。シレジアの脱会をかけて1756年、プロイセンとの戦争を再開した。これが7年戦争である。結局3時にわたる、シュレージエン戦争でも、シレジアの脱会には成功せず、シレジアのプロイセンによる領有が決定した。シレジアは、ハプスブルク領だった時代にも独立性のあった地域で、ハプスブルク家による、 サイカトリック化の努力にもかかわらず、少なからぬ住民がプロテスタント教徒となっていた。そのため、プロイセン軍は、ハプスブルク家のカトリック支配からの解放軍として、シレジアのプロテスタント系住民から歓迎され、プロイセンによる領有が高級化する一員となった。ハプスブルク時代までに、シレジアの住民の半分以上はドイツ語教育により、ドイツ化されていたとされるが、 プロイ占領となってからはさらに徹底したドイツ化政策が取られた。また、農民の入植、工業の発展にも努力し、その結果人口も大幅に増加した。しかし、ポーランド語やその方言を母語とする住民の増加は、ドイツ系言語を母語とする住民を上回るものであった。1910年にはポーランド語話者は上シレジアの人口の70%を占めていた。 つまり、この地の住民の7割は、ポーランド系だったのである。しかし、当時のこの地方では民族を最優先の価値とする、いわゆる国民国家というものに対する意識は希薄で、スラブ語を母語とするにもかかわらず、国家としてはドイツへの帰属意識を持つ住民も少なく、なかった。事実、第一次世界大戦後に、ポーランド第二共和国が成立すると、わずかに、 最東部のカトビツェ周辺のみがポーランド領となったが、その際に行われた住民投票ではドイツ領に留まるべきという意見が半数を超えていた。ただし、人口が集中し、地元住民のドイツ化教育がよく浸透した大都市部ではドイツ領を選択するものが多かったものの、ほとんどの地域ではポーランド領を選択したという非常に複雑なものであった。 シレジアの他の地域は、バイマル共和国の時代もドイツ領に留まった。しかし、ドイツ系住民によるポーランド系住民への迫害が激化するにつれて、ドイツ人史上主義に反発したポーランド系住民の民族意識が高まっていき、シレジアのポーランド領への併合を求める住民による武装大放棄が3度発生した。1918年に EN、チェシン・サイリーナを除くスレスコが、 新たにできたチェコスロバキアの一部を構成していたが、1920年にチェコスロバキアとポーランドに分割された。1920年のベルサイユ条約でプロイセン領、シュレジエン地方だった EN ・ハルッチンリージョンもチェコスロバキア領に編入された。ナチスドイツがポーランド侵攻を開始して、第二次世界大戦が発生すると、シュレジアのポーランド系住民は、 ドイツ系住民の民兵組織である自衛団により虐殺され、虐殺を免れた住民は、ヒトラーの命令を受けたナチス親衛隊により、ポーランド東部に設置されたポーランド総督府と呼ばれる地域へ追放された。1945年ナチスドイツ敗北後、ソ連、アメリカ、イギリスが交わしたヤルタ協定によって、戦前ポーランド領であったガリツヤ地方をソ連が占領。 そこに住んでいたポーランド人を追放し、戦中に総督府へ追放されていたポーランド系シレジア系住民の生き残りの人々と共に東プロイセンやシレジアに移住させることにした。ソ連の指導者であったスターリンは中世、ポーランド王国の初代国王ボレスワフ一世が確定していた領土回復に固執し、以後シレジアはポーランド領とされた。このためシレジアのドイツ人たちが 戦後の東西ドイツへ追放されていくことになったので、ある。このドイツ人たちは、ポーランド国籍と公用語としてのポーランド語の習得の二つを条件に、ポーランドへ泊まる自由選択権も与えられていたが、ほとんどのドイツ系住民と多くのポーランド系、ドイツ人はそれを拒否したため、実際のところはポーランドに泊まる決断をした一部の人々を除いて大半がシレジアを離れることになった。 ポーランドドイツ間の新しい国境はオーデルナイセ戦に置かれることになった。この国境線を当時の東ドイツは承認したが、東ドイツの国家試験を認めない西ドイツは承認しなかった。第二次世界大戦ではシレジアの首都市は大きく破壊された。特にこの地方最大の都市、ブロツワフでは都市や産業のほとんど全てが破壊されない全体が廃墟と化していた。 ポーランド市民は、自らの住宅地を建設する傍ら、これら破壊された、諸都市の歴史的建築物の修復を開始、残された資料をもとに、各都市の旧市街をはじめとした街並みを、戦前の姿に再建、産業を復興させた。1990年にド、ドイツ統一が実現すると、同年11月のドイツ・ポーランド国境条約で、オーデルナイス戦がポーランドと統一ドイツとの間の、 正式な国境であると確認されて、領土問題は解決。1999年1月、ドルヌイシロンスク県及びシロンスク県を設置。2008年には、欧州人権裁判所によって、私有財産に関する問題の解決も確認され、これによって、ドイツとポーランドとの間のシレジアをめぐる様々な問題は最終解決した。 戦争直後のドイツ人追放に発令されたベネシュフ国が未だに有効であり、その内容の変更をチェコ国会が一切拒否していることもあって、ドイツ系のシレジア元住民とチェコ共和国との間に現在でも様々な問題が残されている。南はズデーテン山地、ベスキト山地によってボヘミアモラビアと接し、西はクラックフチェンストホバコーチを境にガリツヤと接している。 中央を貫流する、オドラ川がこの地を特徴づけ、川を下れば、かつてのカシューブ人のポモジ広告の港町、シュチェチンに出ることができる。チェコに属する、オドラ川上流部を走行すれば、モラバ川やオロモーツをはじめとするモラビアの諸都市に、抜けることができ、モラビア門と呼ばれている。古代からシレジアモラビアは、古白街道の一環をなし、ヨーロッパの南北を結ぶ、通称をはじめとした。 交通上の要衝であった、琥珀街道の主要な地点としては、オーストリアのカルヌントム、ブルゲンラント州、スロベニア、西部ルートでは、ロマンティック街道などがある。産業面では、歴史的に両国にとって、経済、特に高工業の大中心地。しかしこの地の豊富な資源と大繁栄は、ポーランド、ドイツプロイセン、ボヘミア、オーストリアなどの争奪戦の対象となってきた。 建築物その他に、未だドイツの影響が残る。住民文化は、ポーランドやチェコの文化であるが、ポーランドのオポーレ県は、ドイツの民族文化が残っている。しかしこの文化は、ドイツ本土の民族文化とはかなり異なり、ポーランド系のシレジア広告軍時代からの住民の伝統的な地方文化である。ポーランドの前衛的現代音楽を牽引した、ジェネレーション51は、 シレジア学派と呼ばれることもある、チェコリョースレスコの一出身者、ありがとうございます。